バージョン 1.1 が 2P1P 側がトリプルジョーカー。さあなぜかスタートボタンが押されている。決勝なんで、はいはいはい、決勝。さあ 1P 側トリプルジョーカー、ズネ、キャップ、オヒキ、先方はオヒキ選手が出ています。さあそれでは決勝始めます。先方同士の対決。さあ蹴らした、蹴らし。さあ押してるのはまずは 1P 側の方。さあ相打ち、ダブルトスめて、しかしブラックアウトで、さあもう外しました。アインシェルから、さあ、ケンシロウ選手、強馬つけて、さあ、アインを決めますか、シェルが当たりません。さあ、体力的にはほぼそんなに変わらない状況です。アインシュート決めて、ジャンミー決めて、さあ、EX ブリッツで距離を詰めます。画面端からアインシェル決めて、EX ブリッツから強馬イズ。先手を取ったのは大引き選手。ケンシロウ選手、時報のライデンが出てきます。さあまずはボタン押し込みし、さあ速攻でミリッツアイク。さあ EX 版のジャンベリー避けて、さあ K ラッシュ、ライデンの時間になる前に早く倒しておきたい。アインシェルタック決めて、ジャンシー決めし決めて、さあライデンタイムのスタート。ここからどういう風に始まりを展開していくんでしょう。ライデン側はゲージがゼロの状態。さあドロップを見捨てしまうとライデン側はかなり厳しくなります。通常の行為でございましたか。さあ腰から EX サイン、今日はいつまでしっかり決め切ります。ドロップはしっかりガード、投げ外して距離を離します。ドギリ出して、さあミニッツですが、これは空振り。押し切って乗っています。ジャンプ飛ばしてもう足が当たってアインシェル。押し切り選手、ケンシロウ選手の大将エリザベートを引き手に出します。さあジャンプ通して決めて、裏からフィッシュアイン、ブラックアウトで通常投げ、アインからシェル出して、さあ EX サチ、ここから巻き返していきたい。さあちょっとミスしてしまったか、ジャンプ決めて通常投げ決めて、さあアインから後転にはしっかり小足からの EX のアインシェルからしっかりコンボ決めていきます。さあ当てに出したんですが、ちょっと厳しい出すのが遅かった。さあ先方乗り乗っています。大引き選手、この K ラッシュの勢い止められません。最後はクローバイツで大引き選手先方戦を制しました。さあバージョン 1.1 で、続いて出てくるのは天川選手です。さあ天川選手、先ほどはシェンウーがかなり活躍をしていました。アッシュの3キロットを絡めたコンボもかなり精度が高いです。ぜひその動きに注目していただきたいと思います。さあ大引き選手、キャラクターの変更はあるんでしょうか。さあ2003主人公チーム熱いです。アッシュディオロンシェン、大引き選手、ケイラッシュライデンエルザベート、このゲームはこのキャラを使っていればいいんだろうと言わんばかりのキャラ選択、色を黒で統一しています。先手は K ダッシュ対シェングーでしょうか。先ほどはお引き選手、先方 K ダッシュがかなり活躍していました。初手はシェングーと K ダッシュです。さあ初手シェングーもね、通常技の判定がかなり強いので、先方としてもかなり活躍するキャラです。さあ開幕は
さあ画面端に追い詰められる。ここからどのように切り返していくんでしょう。強バイズしっかり出していきます。強気です。アインからシュートをして、さあ前転からしゃがしげ相打ち、しゃがみにしっかり重ねておいて強バイズ見ています。エクサイン出して強バイズまでしっかり決めきる。さあシルカはゲージが1本溜まった状態。さあ EX 版のアッパー決めてしっかり決めていきます。さあここからさあ橋を背負わせる通常投げ切り返して先手取ったのは天空選手。次方の来年を引きずり出します。さあ雷電対シェンウー、雷電側はボタン2個止めにするかどうかかなり迷うところですが、さあシェンのこので激戦最大止めがねかなり、両方止めてしまうと逃げる筋がないので、さあシェンウー側体力が厳しい。しゃがみ筋がヒットして雷電相手の次方のディオロンを引きずり出します。さあディオロン対雷電、火力では雷電がかなり有利ですけども、ディオロンは遠距離の立ち回りがかなり、いろんな攻めができますんでね、もう少しずつ。さあライデンのドロップキックヒットして、さあこれは2回目のタックルが当たらない。ここからはディオロンのターンか。さあライデンが必死にもがいています。さあこれは小間投げが出ません。ダブルトを締めてまだ裏に回ったか。これは超ひどい駒投げで高見なし。ジェフォーのディオロンを倒して大将のアッシュを削り出します。さあアッシュ飛び道具キャラですけども、このライデンというキャラドロップケークで飛び道具も抜けてしまうので、アッシュ側はかなり厳しい立ち回りを要求されます。さあシャミディから後ろに出して、さあタックルを、さあヒットしてハイパードロップに持っていきます。さあこれはちょっとミスってしまったが、コマ投げを決めた。まさかここでこれが出るとは思いませんでした。これは店に走ったがゲージがないんですけど、これ大丈夫なんでしょうか。天川選手エルザベートゲージなしでいけるんでしょうか。しゃがみしいから後ろに出して、さあエルザベート側はゲージが2本溜まった状態。さあアッシュ自給自足が求められます。2本刺して、さあさあジャンプ通して EX アテビー、ここから6割を持っていく。さあグランドファールを決めて残り体力あと4割ぐらいか。さあアッシュ側負けていません。さあこれはさあ体力的にはほぼ同じような状況です。しっかり上を見ています。さあさあテイカー選手ネゲージが通った。3キロットでの対空もいつも OK出したけど、これはちょっと蹴りが遠かった。2個溜まったのが逆に当たりになったか。 GX 攻めて出して読んでいましたとばかりに、ゲージはまだ足りない。残る時間が5秒4秒。さあ足側どうする。もうちょっと時間がない。これはどっちだ、どっちが勝つ。ワッピー側の勝利。大引き選手2連勝で天川選手を倒しました。かなりの接戦でした。さあこの1勝は非常に大きいです。さあトリプルジョーカーチーム先方のお引き選手がかなりノリに乗っています。バージョン 1.1 のチーム小塚選手大将で出てきます。さあ小塚選手は大将のレオナがかなり立ち回りが仕上がっていますんでね、フォーム精度もかなり仕上がっています。先ほどは草薙京の回で上げてそこから発動ことすけれどフォームを決めていたんでね、状況判断能力はかなり高いと思われます。さあ初手は K ダッシュ対決でしょうか。小塚選手2番手をどっちに持っていくか考えているようです。2番手はレオナを持ってきた。初手は K ダッシュ同士です。さあ小塚選手なんとかまずはこの先手の押し切り選手これを倒していきたい。 K ダッシュ同士の対決、この活躍 K ダッシュ同士の
これを制すか制さないかでもちろん展開が大きく変わっていく。前転には腰からしっかりアインシュートを決めていきます。体力的には小塚選手がリードか。ジャンプ通し決めて、これはさあ飛び橋、さあ追いかけるジャンに決めて、さあシエルがこれは当たらない。 EX ミスからバイツーから強制ダウン、腰からアインシュート出して、さあ体力的にはそんなに変わらない状況。 EX アインシュートでアインシュートからバイツ出して先手を取ったのは小塚選手。日本のライデンを引きずり出します。さあライデンタイムの前にダメージを与えていきたい小塚選手。さあ残念ヒットして、さあ中のゲーを出したが、さあドロップが1回出てしまった。ミッチを出して、さあなんとか攻められる前に攻めていきたい。通常投げを決めて、ここからジャンニーから、さあキャンドロップからしっかり空中投げを決めて、ジフォーのレオナを引きずり出します。さあレオナ対ライデン、体力的にはどうでしょう。ライデンが若干少なくなっているが、さあレオナ発動コンボで決めていけばライデンを助けられる。さあ発動コンボ決めて、はい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 から、さあこのシャガディは何だ。ライデンドロップ、もう一回こっから、さあ飛び橋、体力的にはそれ変わりません。上り中段からの V スラッシャー、大将のエルザベートを削り出します。お互いドライバー結構使ってしまった状態でしょうか。いや、エルザ側はまだ2本残っています。 AX のムーンサッチャーから AX が飛び出して、さあ安定の最速レシピ、グラナファール決めて残る大陸1割。さあ裏からしゃがみ出して、さあ爆弾、密着からの爆弾、ちょっと状況判断が出てしまったか。まあ見ています、消費を決めて残る体力は2割ぐらい。上りジャンディフェイスタッチャーが出なかった、崖を吹っ飛ばし出して、さあ体力的には厳しい状況、ダブル飛ばして決めて、さあなんとかクルードバンを決めて大将の今日を引きずり出します。さあレオナ側はかなりゲージを使ってしまったので、これは厳しい状況を強いられることになる。さあ通常投げ決めて残る体力1割、ここからさあ EX さん飛び出して読んでたか、さあめくり調子から禁止当てて小塚選手ようやく1勝をもぎ取りました。続いて出てくるのは、さあ KOF といえばこの人、キャンプ選手です。さあキャップ選手は先ほどの準決勝でも先手で出てかなり活躍していましたのでね、Kラッシュの動きに注目していただきたいと思います。Kラッシュも多分取ると思うんですけどね。さあシェンユーを選択して、さあ今日選択、あと2人は誰でしょう。さあ対する小塚選手はレオナとKラッシュ、キャップ先生はさあKラッシュを使っています。さあお互い K ダッシュと今日を入れて、シェーン・レオナというチーム構成です。初手はおそらく K ダッシュ対決でしょう。さあ1番手2番手は両方と同じ状態です。さあキャップ選手、さっきの小塚選手の K ダッシュの動きを見て対策は立てているんでしょうか。シュートが当たって、さあ上しっかり見ています。ダメ決めて、さあさあ K ダッシュはね、なかなかジャンビーで飛んでいくとね、結構空対空競り勝つことが多いんでね、腰出して、さあ歩いて通常投げ、さあコマンで暴れて、さあミニッツで突っ込んだんですが、バギャン飛ばし出して、さあジャンディハインから、さあジャンディ、さあ1フレでも早くジャンプ攻撃を出して攻めていく、これが K ダッシュ同士は非常に大事な行動です。ミネツ出して、これはバイツが当たる、ここから EX バイツ出して、バイツを出したけどこれは読まれていた。ミネツを決めて先手取ったのは小塚選手。さあ4人に乗っています。出てくるのは今日、さあコトスケをガードされても K ダッシュは果敢がないのでね、このコトスケをどのタイミングで出してくるか、
注目していただきたいと思います。ジャンプコーチを出して、キシー出して、コトスキ出して、さあコーチアインシュートを決めて、コトスキからさあ5点アインシュル、さあミネッツ当たるか、これはミネッツは決めない。ここから AX ベンツで、もちろん強バイツ強セダン、さあジャンプ投資からコトスキヒットがグリッシュしっかりしています。ブラックから裏に回って、さあ裏に回って下がり、さあイン出したんですが、ジャンピーからのコンボを食らってしまった。時報のレオナ、あ失礼しました、実例の時報の今日は削り出します。さあ強対決、さあジャンプと仕掛けてコトツキ出すのちょっと早かったか、さあジャンシーヒットして初をゴムには持っていけない。通常の要求を決めます。さあ白い方がキャップ選手、2000人からの今日が小塚選手ですね。ダッシュからの通常投げ、 EX のお似合い行ですが、これはガラされた、しゃがみでいいから、さあまた通常投げ、このダッシュからの通常投げはね、一瞬小塚を 連想してしまうのでね、かなりいやらしい行動です。さあ出てくるのはレオナ、さあグランドセーバーからブイサッチャー出して、さあグランセーバー出す、ジャンニーですけども距離がちょっと多かった。ジャンプリーでようやく今日を倒します。体力はマックスの状態です。しかしドライブを内外で使っています。チェンウー側はゲージはマックスといっても過言ではない。で一見カウンターからもう一回逆転、全然裏回りから、さあ一回ジャンプし食らっただけでもそんな食らいになってしまう状態。さあジャンプ通し決めて、ここからさあレオナ側はかなり厳しい。しかし発動コンボを1回決めればまだ夢がある。さあこれははい絶撃拳で勝ったのはキャップ選手ということで、優勝はトリプルジョーカーのお引き選手、キャップ選手、ズル選手です。皆さん拍手をお願いします。おめでとうございます。して